2ラウンド目はタイガーもまたうまいフットワークとね、ヘッドムーブメント、頭を動かしてタケル選手の攻撃を結構避けることができます、うん、で最後の多分最後の30秒ぐらいになるとこの、タケル選手いい膝を入れるんです、ボディに。でそれからちょっとね、そこからタケル選手がちょっとね、あの自信がね、出てきて、またタケルはタケルのスタイルがちょっと見えてくるんです最後まで危ないんだよね、タケルは。まあどんどん前に出るから最後の1秒まで危ない。左蹴りほら、シュッとフェイントしてすぐ出る、うん、結構タイガーのスタンス斜めだよね、回数よね、でも、うん、回数回数蹴りもらってる回数斜めだよ、サウスもみんな斜めだよ。あ、そうなの。うん、だって左いっぱい出してたもん。おお、これね、ラウンド1で、うん、パンチでフェイントしてバックブローをやったんですよ、うん、今度も左の前蹴りでやる、うん、フェイントして、あ、ちょっと見えなかったね、ちょっと前蹴り出して前蹴りで今度は入れる。でも同じフットワークですね、足がこっちの方に出て、そう、今のはもう痛い。おー、タケルもなんか仕掛けようとするいいパンチだったね。ちょっと待って、これちょっと分析したい。そう、タケルね、前蹴りのスタイルはタケルの分析で説明しますので、でもとりあえずね、ちょっとね、あの、なんて言うんだろう、どうやって体重が前に出るんでしょ。体重が前に出るっていうよ、うん、うん、体重全部乗せて前蹴りを入れます。で今また前蹴りを出したい、出すと思うんですけれども、タイガー選手はポッてこっちへ横へ叩き落とすと、うんうん、やっぱり体重が前に出てるので、うんうん、タケル選手前に倒れてしまいますよね、うん、でタイガー選手はちょっと叩いてパンチを入れるね、相手も前に来てるので、それちょっとパンチ入れて、今度その後からフックを入れます。でサンチャイ vs ケビン・ロスの分析で、サンチャイは前蹴り、この体重を入れる前蹴り、何回かスリップしたシーンがありますよね、うん、覚えてますよね。でサンチャイはそのスリップした場面で組む、うん、そう、掴むの、うん、So anyways、 それ興味ある人はね、サンチャイ vs ケビン・ロスの分析ちょっと見てください見てください。 anyways、 パーン、パーン、おお、でちゃんと今のいいの当たった、ちょっと見たいね、ちょっと見たい、うん、anyways、 前蹴りも同時に見よう。なんか前に押してタッターン、これはいいんだけど、ここでちょっとワイルドになりすぎたね。でも当たんなかったね、何もあんまり。そうそうそう、もうちょっと冷静で入って、でもタケルのカウンターも入んなかった、うん、でもね、ここでちょっとタイガー選手を見てください、このガード、ほらもう危ないって分かってるから、ちゃんとガード固めて、うん、うん、上手だよ、うん、まだ前に来る。フェイント。いいガードだね。うん、タケルのガード硬いんだよね。硬、うん、いし、隙間がないね。カッて固めて。おお、今の。これね、うまい、あのヘッドムーブメント。これちょっと左フックもらうんですけれども。頭を動かしてこの右のパンチを避けて、うん、最後に一番すごいと思ったのはフットワークねもう届かないところまでポンってワンジャンプで出るの、あ、ちょっとずつ出ると相手がちょっとずつこうね、どんどんバンバン攻撃もらうので、もう届かないところまで逃げないと危ない、うんうん、もらってスウェイして、うん、そら、もう遠すぎる、ワンステップで早いの、うん、
とりあえず距離を取る。距離を取るのが上手。打たれたからもう距離を取って。すごい距離取ってるよ、それ。うん、速いし、うん、いいね。いいね。Anyways。でも、see蹴りそんな、like、うーんっていう蹴りじゃないでしょ。うんうん。フェイントで使ってる方が多いかもね。特に今はタケルも左蹴りのフェイント出してる。おう、うまいね。タイガーを、あれタケルを押すの。うん。おい。ちゃんと返す。おう、これうまいよね。あのこのコンビネーションみたい。パンパン。でもこのフックって本当フックじゃない。ただガードをしてっていう感じでなんか叩いてるだけ、うんうん、ほら、うん、ちょっと見てほら、うん、えでまたやって今度はボディ、うん、2回外れるミスなんですけれどもガードを上げるためにちょっと叩くでフェイント、うん、その前蹴りいいねでああジャブねジャブなんだけど遅く出してるジャブなのあほほ本当だスピードを変えるのジャブのスピード、うんうん、上手やっぱりボクシングスタイルだよねどう見ても、うんうん、でもまああのトライハードチームモイタイの先生がいると思うのでかなりあどうなんだろうまあタイガーでも蹴りも上手なんだよねタイガーがボクシングのセンスあるからじゃないの多分、ね、ただ普通にでもボクシングにしてはステップ大きいと思うあ確かに、うん、だからただセンスあると思う本当に、うん、パンチのおいうまいフットワークですねでどんどん前に来るからあバックブローフェイントしたワンツーローおおその膝ね効いたと思うおいそうちょっとねちょっと聞いたと思うちょっと体勢が変わったねここでちょっと打ち合うんだよねこれもちょっとスローモーションカウンター入れてるねまだちゃんとうんワンツースリーでもそうちゃんとちょっともう一回見たいでもあのこう入ってくるときに今カウンターをポッて入れるのああちょっとちょっと邪魔するためにでちゃんとヘッドムーブメントほとんどの攻撃ねミスしうんうんうん避けることができて最後にちょっとボディを入れながら回ることができたのが、うんうんうん、あのいいディフェンスだねそう anyways、うん、もう一回ちょっと見てみようはシュ当たってない今の膝はちょっと悪かったああ今の蹴り良かったよね、うん、でも避けてね避けてるねうんたって回るああうまいちゃんとロープ詰めてきたらガードを上げるガード上げて動いてあと10秒これねこのサウスポー vs オーソドックスよく左ストレート入れて自分のあサウスポーの方は右に出ながら左を入れるって、うん、その左入れた後逃げますよね、うん、逃げ道があるのででこのここでタイガー選手それやろうとするんですけどもロープがあそこにあるから捕まれちゃうんだよね捕まっちゃったそう逃げられないのちょっとね逆方向行けばよかったっていうか、うん、なんか違う逃げ方でやればよかったけれどももらわなかったから別にいいんだけどでここでちょっとたけるペースになってくるんだよね飛び膝あおい、うん、でもこのラウンドもうんタイガー選手勝ったと思うよそうだね最後も攻撃入れたしでもいい試合だねいやでもタイガー選手勝ってるようんポイントうんいい動きそれねうまいねガードうまいよでもタケル選手、うん、タケルのこの前蹴りがちょっとあの左フックがね左フックが当たんなかったけど、うん、あんまりおいでもカウンター入れたよ今のよくうまいのほとんどもらってないねボディで逃げる、うん、すごい上手避けた避けた
タケルがこのラウンド取るって多分みんなわかるよ。うん、タケルがい、まあ行かないといけないもんね。これうまい、あのコンビネーションですね。あのタケル選手、前蹴りを入れて、あの足をちょっとそのまま下ろして、うん、重い左を入れることができる。うんうん、ニュートラルスタンスが出したね。そう、うん、なんかブアカー選手と似てるよね。でもブアカーは右の、ね、肘か右のパンチで同じそのステップを隠す、うん、左蹴りをちょっと隠すっていう感じですね。うん、おー、今の蹴りが、最後の蹴りが当たったらちょっとね、やばかったね。あーね、バックブロータイガー選手が当ててたのに、でもこのちょっと悔しいね。この最後のショット分析しよう。ちょっと見よう、ノックアウトシーン。これね、なんだっけ、ラウンド2だったっけ、あのタケル選手が前蹴りしに来て、タイガー選手が叩き落としてラウンド2だったよね、うん、右を入れるの。また同じシーンですね、全く同じ。でも今度はね、バックブロー、うん、ね、また滑り落として、まあ叩いてないんですけども、今度は左でちょっとガードして、うん、とりあえずタイガー選手の体の横へ出ちゃったので、うん、ね、そのステップがそれになってるということをね、うん、相手の外側のステップが、うん、でここでタイガー選手は前に倒れてくるので、ちょっとパンチを入れようとした時にパーで、その最後のサッカーキックはちょっとミスで、ありよかったね。 Yes, thank you 神様。悔しいよね、勝てたのに。あ、惜しいね。しかもね、こっちに逃げてたから、自分の右側に。そうだって、だってこっちのパンチ入れたかったもん。そう。あ、やる、あ、いって、またやる、やるんだ、やるんだ、あ、やるあ、ナイスナイス。てかすごいね、試合の結構ハイペースの試合の後バックフリップするの。うん、しかもそれはきつい KO だったね。まあいいの当たっちゃったからね。見えないパンチがやっぱり KO してしまうんだよね。うん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 、タイガー選手のちょっと練習とかミット打ち見てみたいな。バーン、そうね、パンチを入れようとした時、おー、いや、でもいい試合だったね。いい試合でした。これ1回目のタイガー vs タケルの試合で、これの後からまたやるんです。多分57キロでやったのかなってよく分かんないんだけど、うん、とりあえず2回リマッチした、せめて2回はやってるっていうのは分かってますね。その分析を見たい人は、ね、このビデオをライクしてください。あとはコメントで教えてください。教えてください、ね、いっぱい見たい人がいればその分析もやりますので。 Yes Yes Alright 皆さん、今日の動画はここまでです。見てくれてありがとうございます。もし好きだったらライクボタンを押してください。そしてあとチャンネルも登録してください。Yes. まだ登録してない方はチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。もしよかったら僕たちのそれぞれのインスタグラムアカウント、そしてフェイスブックアカウントがありますので、あとツイッターもあります。Mm-hmm. ツイッターでよく次誰分析するか載せてますので、それ知りたい人はね、yeah. ツイッターフォローよろしくお願いします。Yes. 皆さん、この動画を見てくれてありがとうございます。Thank you so much for watching. We will see you again soon. Bye bye. Bye bye.